ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材は、こちらね。呼吸差 NG? 近寄るだけでも危険な生き物参戦。はい。ちょっと待って。また危険な生き物なの?この前もやらなかった?前回はあれだな、触るだけでも危険な子たちを紹介したな。そうそう、それよ。で、今回は、近寄るだけでも危険、だと?しかも、呼吸さえ NG って何?もしかして、近くで呼吸するのさえ危ないって言いたいの?その通り、今回はズバリ、触っちゃダメだし、それどころか近寄ることすらリスクがある、そんな危険な生き物を紹介するぜ。具体的には近くを歩くだけでも危ない子や、近くで呼吸するだけでも危ない子をお見せするつもりだ。何それ。それが本当なら、いくらなんでもヤバすぎでしょ。前回の触っちゃ危ない生き物、なんてのが可愛く見えるレベルよね、それ。ふふ、そういうことだな。知ったつもりになっても、それ以上にヤバい子が世の中にはまだまだもっといるんだ。続々してくるだろ?続々。そうね、続々してきたわ。絶対にあんたが言う、続々とは違う意味だけど。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。うわぁ。あれ?ついつい身構えちゃったけど、なんともない写真ね。一見、近づくのもやばいようなやつは見当たらないけど。あんたが紹介したいのって、もしかしてこの植物なの?そう、これから紹介するのはこの植物だ。どこにでもいそうな見た目の子。だが、そんな無害そうに見えても、実は近づくことすら避けた方がいい生き物なんだぜ。なんだと?この子は、ギンピーギンピーと言って、イラクサ科に属する被子植物だ。呼び名は複数あって、スティンギング、ブラッシュ、ギンピ、スティンガー、マルベリーリーブド、スティンガー、などなど様々。主な生息地は、オーストラリア北西部、インドネシア、モルッカ諸島の熱帯雨林内で、1から2メートルの高さまで成長するぜ。こいつ。いや、この子は日本にはいないのね。よくよく見るとハート型の葉っぱだったり、危ない見た目どころか愛らしい見た目の子じゃないの。ああ、葉っぱの大きさは20センチメートルほどまで成長すると言われていて、綺麗なハート型を描くことで知られている。また、この子が作る果実も同様に愛らしいぜ。これが果実だ。紫色でかすかに透明感を持ち、まるで小さな宝石が散りばめられているかのような実をつけるぜ。おう、おう、これまた可愛らしいわね。これは見つけたらついつい近づいて手を伸ばしちゃいそうだわ。そうだな、葉っぱの形も特徴的、果実の見かけも可愛らしく、ついつい近づいてしまう人も多いと思うぜ。だが、それは罠だ。あ、察し。この子は見かけはこのように愛らしいのだが、よくよく見るとそんな生優しい子ではないんだぜ。この子は葉っぱ、茎、果実といった全身に、おびただしい量の非常に細かいトゲを生やしているんだ。そのトゲはまるでグラスファイバーのようだと言われており、この子の表面はトゲにより全身ザラザラだ。軽く触れただけでも細かなトゲは皮膚に刺さり、細かすぎてなかなか取り除くことは困難。そうしているうちに、人体にとって有毒な毒が体に入り込むことになるぜ。ひえ。やっぱり毒持ち。この子が持つ毒はモロイジンと呼ばれる毒素であり、非常に強力な神経毒で、一度刺さると恐ろしいほどの激痛が伴うぜ。その痛みは、まるで熱い酸をかけられたようだとも、電流を浴びて火傷したようだとも例えられており、一度触れてしまうと数ヶ月から数年にわたって痛みが続くと言われているんだ。ちょい待ち。激痛ってだけでやばいのに、数ヶ月も数年も痛みが続くってどういうことよ。実際にこの子のトゲにやられた人の体験談があるんだ。アーニー・ライダーという人物が、1963年にこの植物の葉で顔と胴を負傷したが、その苦しみについて語っているぜ。彼は2から3日間、その痛みはほぼ耐えられないほどのものであった。私は働くことも眠ることもできず、2週間かそれ以上もひどい痛みに襲われた。この苦痛は2年間もの間続き、冷たいシャワーを浴びた時には、未だに毎回痛みに襲われる。これに匹敵するものはない。他の痛みと比べても10倍以上はひどいものだ、と述べているぜ。何その体験談。恐ろしすぎでしょ。あと他の事例としては、森の中で用を足して、トイレットペーパーの代わりに使った葉っぱがたまたまギンピーギンピーで、恐ろしい目に遭った人もいるらしいぜ。いやー、それはいろんな意味で想像もしたくない。また、他にはこんな逸話もあって、この子の毒を平気利用できないかと画策した軍隊もあったとか。なんでも、この子のトゲを使った爆弾を作って、辺り一面にトゲを散布して、それによって攻撃を行うとか、
プッパ、なんつうえげつないことを考えるのよ。企画はされても結局は実行されなかったようだが、そんなことを考えるくらいにこの子の毒は強いってことだな。実際、人間に限らず、この子の毒によって死亡した例はいくつもあるんだぜ。いやー、逸話とか体験談とか、具体例を聞くと怖さが倍増するわね。でも、結局、この子のヤバいところはトゲの毒よね。そりゃ近寄らない方がいいんだろうけど、触らなければ大丈夫なんじゃないの？これもまた逸話があってな。この子を研究していた人が過去にいて、必ず防護服を着てトゲが刺さることがないようにしていたんだが、トゲが刺さったことがないのに、アレルギー症状を引き起こすようになったんだ。ギンピーギンピーに近づくだけでも発作が起きるようになったというぜ。え？どういうことよ？おそらくだが、空気中にこの子のトゲが舞い、それを吸い込むことにより徐々に毒が肺に、そして肺から全身に回ったためではないかと言われているぜ。この例以外にも、稀にこの子のトゲが風に誘われて空気中を舞い、それを近くの人が吸い込んで、痛みや発疹、くしゃみや鼻血を引き起こすことがあったというぜ。うわ、だとしたら、本当に近くで呼吸することすら危険ってことじゃないの？研究者の話は記録として残っていて確実にあったことだ。ただ、アレルギー症状が出るようになった原因は推測の域を出ていないので、確実な話ではないがな。だが、空気を吸っただけで危険、という話が出てくるのはこの子の毒が非常に強いことの証左。推測とか噂だとか過信せずに、決してこの子には近寄っちゃいけないぜ。日本にはいないみたいだし、出会うこともないでしょうけど、海外に行った時は気をつけないといけないわね。さて、次の紹介に行くぜ。うわあああああ、暑い。いや、暑くないけど、つい行っちゃうくらいに真っ赤。形といい、色といい、すごいなんか炎っぽいわね。周囲の土高の色との対比が凄まじい。絶対こんなのやばいやつでしょ。これ、なんか以前、キノコ特集で似たような形のやつがいた気がするけど、もしかしてこいつもキノコ？この子は、カエンタケと言って、ボタンタケ、モクボタンタケかトリコデルマ属に属するキノコの一種だ。発生時期は夏から秋と言われていて、日本、中国、ジャワ島などの森林や自然の多い公園などで確認されているぜ。大きさは数センチから20センチほどだ。傘を持たないコンボウ状の独特の形状を持ち、その絵は時に1から2回枝分かれし、以前紹介したマメザヤタケのように人の指とも形容される。だが、この子はマメザヤタケとは色が明確に違い、見ての通り、鮮やかな赤色であることがほとんどだ。そのため、炎のようと形容されることが多いぜ。見た瞬間、熱いって感じた私の直感は正しかったと。炎みたいな見た目のキノコだから、カエンタケってわけね。ああ、漢字では、カエンタケ、カエンタケと書くぜ。なかなかにかっこいい名前だろ。名前だけならゲームのアイテムっぽくてかっこいいかもね。ただ、このどぎつい色はかっこいいより怖いが先立つわ。この色といい、今回の題材に選ばれたことといい、当然こいつは毒キノコなのよね。ああ、そうだ、見た目から受ける期待を裏切らないように、この子は毒キノコ。しかも、ただの毒キノコじゃない、恐ろしいほどの猛毒を持つ毒キノコなんだ。熾烈な中毒症状を発生させることから、この子は時に殺人キノコとも呼ばれるくらいにな。猛毒の殺人キノコ、だと？普通、どんな猛毒キノコでも触るだけなら問題ないとされているんだが、この子は例外で、皮膚刺激性があるので汁を触るだけでも危ないと言われているんだ。ちょっとでも強く触ってしまうと中に含まれている汁が出てくることがある。それに触れてしまえば、触れた皮膚は炎症を起こしてただれてしまうぜ。冷え。また、この子は非常に苦く味的にも食べられたものじゃないが、食べようと口に入れただけでも大変なことになる。口に入れてから早ければ数時間、少なくとも24時間は経過すれば口の中は腫れ上がり、口内炎だらけになってしまうとされる。うええー。では、うっかり飲み込んでしまったらどうか？その場合は嘔吐、腹痛、下痢などの消化器系の異常症状が現れて、血液内の白血球や血小板が破壊され、ついには呼吸困難に陥る。さらに時間が経つと末梢血管障害により、手足の皮膚が厚くむけ、毛が抜けるなど、外から見える症状が進行し、一方で体組織全体の機能が不全に陥り、死に至ると言われているぜ。なんつう毒なの？超怖いんですけど。おっと、まだまだ怖い話は続くぜ。え？ちょま？運よく命が助かったとしても、後遺症が残る可能性があるんだ。小脳の縮小、それに伴う言語障害、運動障害、体の麻痺、そして髪が抜け落ちてしまうといった身体的な問題も続くと言われているぜ。後遺症も辛すぎるでしょ。このように非常に危険な毒を持つ。この子を誤食してしまって仮に病院に担ぎ込まれたとしても助かるかは保証できない。
消化前に毒素を体内から取り除ければ延命の可能性は高まるが、それができるのは総合病院などの設備が整った施設でのみとも言われている。また、カエンタケの毒成分については未だに未知な部分が多く、解毒薬はないため、助かるかどうかは運次第なんだぜ。聞けば聞くほどヤバいんですけど。あれ、でも、どれだけ毒が強くっても、触ったり食べたりしなければ大丈夫なんじゃないの？今日の題材は近寄ってもダメって話だったはずじゃ。実はな、この子の場合は単純接触だけでなく、近くに寄るだけでもその毒の影響を受ける可能性があるんだぜ。なんとこの子の胞子が空気中に巻かれていた場合、胞子にも毒成分が含まれているため、皮膚や粘膜が敏感な人はその毒の影響を受けると言われているんだ。また、これは確証がある話ではないが、胞子が目に入ったり、吸い込んでしまったりすると、粘膜に激しい炎症が起こり、ヴィランや潰瘍を作ることもあるらしい。何その恐ろしい話。それがマジなら、銀ピー銀ピー同様、こいつも呼吸すら NG じゃないのよ。ああ、だからもし、見つけたりしても、触ったり食べたりしちゃダメだし、そもそも、気安く近づくことすら避けなくちゃいけないんだぜ。ただ、この子は希少な子でもあるため、中毒例自体はそこまで多くないぜ。そもそも、この見た目だ。直感的に触ったり、ましてや食べることなんて避けるはず。そういった事情からも毒性の強さに反して被害に遭った人は多くはないようだ。ああ、そりゃあ納得だわ。この毒々しい見た目、触るのすら怖いものね。だが、気づかずに触ってしまう、近づいてしまうなんてことは少なからず可能性としては残っているから要注意だ。うっかり、みたいなことがないように、この子は発見され次第、自治体によってこんな感じで注意喚起されることが多いぜ。あ、日本語。そうか、こいつ日本にもいるって言ってたわね。にしても、むちゃくちゃ物々しい看板だわ。そりゃこれだけの毒キノコだし無理もないか。とはいえ、そもそもこいつはレアなんでしょ？発見されることすら稀なんじゃないの？それがな、近年、この子の大量発生がたびたび起きているんだ。え？レアなキノコなのに？なんで？原因として、樹木が大量に枯死するナラ枯れの発生が指摘されているな。ナラ枯れ？また初めて聞く単語ね。ナラ枯れは、カシノナガキクイムシという寄生虫が樹木に寄生することで媒介されるもので、寄生された樹木が枯死することを言うぜ。このナラ枯れで枯死した樹木に、カエンタケが好んで発生する傾向があると言われているんだ。理由は明確にはなっていないが、カシノナガキクイムシが大発生することがあり、結果として樹木が枯死することが増え、カエンタケの発生も増えているのではと考えられているんだ。ああ、要するにカエンタケが発生しやすい環境がその虫によって作られているから、ってわけか。レアなはずのカエンタケが増えてるんじゃ、山とかに行くときは気をつけないといけないわね。ああ、カエンタケを見てもむやみに近寄らないようにしてくれ。また、見かけたらちゃんと自治体などに報告することを忘れずにな。では、次が最後だな。え？また植物？これまた普通の見た目の植物ね、全然ヤバさがない。あ、葉っぱだけじゃなくて、果実がなってるわね。しかも、これもまた地味な見た目の。青リンゴか梅に見えるけど、この植物や果実がまたヤバい生き物だっていうのかしら？その通り、この子はその見た目からは想像もできないほどヤバい生き物として知られているぜ。どれだけヤバいかといえば、世界で最も危険な木としてギネス認定されているくらいの危険さだぜ。は？世界一危険な木だと？この子は、マンチニールという東大草科に属する被子植物であり、カリブ地方、北アメリカ南部から南アメリカ北部などを原産とするぜ。沿岸の砂浜や汽水の沼地に存在するマングローブの林の中に生育する。貴重な天然の防風林となり、その根は砂を安定させ、砂浜の侵食を防ぐ役割を果たしていると言われているんだ。また、このように水辺に見られることから、英語ではビーチアップルとも呼ばれているぜ。アップル？やっぱり、見た目がリンゴっぽいから？ああ、そうだ。この子は常緑樹であり、高さ15メートルまで成長する。みずみずしい緑色の葉をつけ、緑がかった小さな花をつけ、いずれ小さな果実がなるぜ。葉っぱ、果実、共にリンゴに似ていることからこの子は名付けられているぜ。マンチニールという名前もスペイン語のコリンゴを由来としているんだ。また、名前としてはもう一つ有名なものがあって、これもスペイン語によるものだ。マンタニーヤーゼラモテ。意味は、死のカモミール、死の大地のリンゴ、医薬では死神とも言われているぜ。死神。直球すぎ。そういや、世界で最も危険な木とか言ってたわね。やっぱり、こいつも猛毒を持っているってことかしら。ああ、世界一危険という評判に恥じぬほどのな。
他の危険樹木は簡易的に赤い×印が付けられているだけなのに、この子だけは個別に危険表示がされているくらいにだ。ああ、さっきのカエンタケと同じ。この子は全身、余すことなく猛毒を含む。葉や果実はもとより、木から滴る樹液にすらだ。濃厚でミルクのような樹液を作り出し、樹皮や葉っぱ、果実などすべての部分から滲み出させるぜ。その樹液が少しでも肌に触れれば、火傷した時のような水泡ができると言われているぜ。うわ、完全にこいつも触っちゃダメなやつか。触っちゃダメなのはもちろん、迂闊に近寄ってもダメなんだぜ。なぜかといえば、この子が出す樹液は水に混ざりやすく、例えば雨に打たれた場合、この子についた雨水はすべて毒水になると言われているからだ。つまり、こいつの下で雨宿りなんてしたら。実際、雨宿りして、この子から滴ってきた雨水を浴びて大変な目に遭った観光客も多い。雨水が触れた皮膚は猛烈な痛みに襲われるという話だ。ひえー、やっぱ。雨が降っていないとしても、高い位置の葉に、前に降った雨水が溜まっていないとも限らない。さらに、いつ樹液自体が落ちてくるかもわからない。よって、この子には絶対に近づいちゃいけないぜ。また、果実はよく落ちているし、なかなかにフルーティーな香りもして美味しそうなんだが、絶対に食べちゃいけないぜ。この子が持つ毒性については完全にはわかっていないが、アレルギー性皮膚炎の原因となるホルボールやその他の肌刺激物質が含まれていることはわかっている。果実を食べると喉は腫れ上がり、何も口にすることができなくなる。最悪、腫れ上がった喉が気道を圧迫して、呼吸困難で死亡するほどだと言われているぜ。ああ、想像するだけでも痛い。つうか、呼吸できなくなるくらいに腫れ上がるとか怖い。こちらについては体験談が語り継がれているので実際に食べた人の話を紹介するぜ。これも体験談があるの？放射線医学顧問のニコラ・ストリックランドは、トバゴ共和国を旅行中に誤ってマンチニールの実を食べてしまった時のことをこう語っているぜ。海辺の砂浜を歩いていたらココナッツやマンゴーに紛れて、緑色の丸い果実を見つけました。私と友人はその果物を一口かじると、たちまち甘い、心地よい味わいが口の中に広がりました。しかし数分後、口の中全体が違和感に包まれ、徐々に燃えるような痛みとともに喉が締め上げられる感覚を覚えました。ニコラ氏の症状は2時間後ピークに達し、何も口にできないほどの痛みが口や喉を支配し、痛みが完全に消え去るまで8時間もかかったそうだぜ。いやー、あれね、やっぱり、どれだけ美味しそうなものでも、知らない果実とかは食べちゃダメよね、絶対。そんな危険な果実が落ちてるとか、やばすぎでしょ。ちゃんと掃除しないと。そうだな、拾い食いすることはそうそうないだろうが、ついつい何の実なのか気になって拾っちゃうこともあるしな。ただ、掃除自体も気をつけないといけないぜ。方法を間違えると大変なことになるからな。え？そりゃ素手で触っちゃダメだろうし、しっかりと手袋をして。とかの話よね。それだけじゃなくて、処理方法についても注意が必要なんだ。果実や枯れ木などを処理する際、決して燃やしてはいけないんだ。この子を燃やすことで生じた煙には、毒素が含まれるようになる。その煙を吸うと喉が焼け、また、目に入ると最悪失明する恐れがあると言われているんだ。うわあ、最後の最後までやばいやつね。ということで、どこまでも危険をはらむ子だ。知ったつもりで気安く接すると痛い目を見るぜ。以上で終わりだな。まさか、本当に全部近づくことすら危険な生き物だとはね。何より危険なのは、ギンピーギンピーもマンチニールも、一見何の変哲もない植物ってところだわ。あんな見た目で死ぬほど危険とか、シャレにならないわよ。ああ、そこが特筆すべきところの一つだろうな。何もみんながみんな警戒色を持つわけじゃない、見た目には出てこない恐ろしさを持つ子はいるんだ。決して見た目に惑わされず、どんな生物であっても侮っちゃいけないぜ。肝に銘じておくわ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。